どうもこんにちは、地力の井野でございます。それでは行きましょう。ヨーロッパの工業と貿易輸出品目、お願いします。はい、今回はヨーロッパ工業ということになりますけれども、はい、まずはあの図をバンと出します。今回もこれ概要欄からダウンロードできますので、よかったら使ってください。見た瞬間に、って、まあ、なる方もですね、いらっしゃるんじゃないですか。だって、もう、おびただしいほどの都市の数ですよね。これ全部おめなかんですかって、まあ、言われそうな気持ちもあるんですけれども、そんなことはしなくていいです。まあ、90年代ぐらいのセンター試験だったら、なんか、この都市は何をしていますかとかっていう当問題もね、あったんですけども、まあ、今般のセンター試験の盤面とか、その共通テストの問題とか見てますと、そういうことはあんまり問うことはなくなってきたんですね。まあ、なので、別にこの都市名を一個一個覚える必要性は、まあ、私立とか受けるんでもない限りは、まあ、ないからと、まあ、基本的には思います。が、まあ、一応触れます。で、また、要所要所で、ここはこれっていうのを覚えてほしいやつはあるんですよ。だから、それについては一応、まあ、重点的に喋っていったりしますので、そんな感じで、まあ、一応、全部覚えなくていいんだっていう形で、肩の力をこう抜きながら、こう、聞いていただければ幸いです。で、また、まあ、これだけではですね、なかなかこう、話として薄いかなと思いましたんで、じゃあ、まあ、こういう工業の特徴を踏まえた結果、貿易の統計がどうなりますか、みたいなことをですね、まあ、それもですね、合わせて触れていこうと思いますので、最後までぜひご覧ください。それでは早速いきましょう。まず、順番を言っておきます。順番としましては、まずイギリスをやりまして、次、フランス、ドイツ、で、真ん中オランダ、そして、スイス、イタリアで、東ヨーロッパのなんか、うぞうむぞうな情報を見て、そしてその後に貿易品目っていう流れでいきたいと思います。まず、工業の発展段階はこんな感じでいきます。第一段階目がこの黄色と紫、軽工業ですね。軽工業と一言で言いましても、繊維系の工業、毛織物、絹織物、綿織物みたいなものがまああります。まあ、今回絹織物出てこないと思いますけれども、毛織物、綿織物についてはまあ触れていきたいというところで、あとは食品工業ですね。こちらについても見ていきます。その後に重工業にまあ発展の段階が移ってきまして、鉄工業、そしてその鉄を基盤として造船をしていく。あとは車とかもこの青で示すようにしたいかなと思っております。ただ、この鉄工業に関しましては、うちの傾向がですね、移ろっていくことをしといてほしいなと思います。ここは結構大事なんですよ。共通ですね、おいてもね。はい、鉄鋼業はもともと丹田立地でした。と言いますのもですね、もともと鉄鋼1トン、鋼を1トン精錬するのにですね、石炭4トンと鉄鉱石2トン、これをまあ組み合わせて燃え合わせる必要性がありました。石炭を4トンも使う、そして鉄鉱石を2トンしか使わないのだったら、丹田に近いところに工場があった方がですね、なんか石炭4トンこっちまで運んでくる必要性ないのでいいと思うんですよね。なので昔は丹田に近しいところに工場がありました。ただだんだんと熱効率とかも改良されてきまして、そんな石炭を4トンも燃やさなくてもいいようになってきます。そしたらまあ鉄山に近いところに工場があってもいいんじゃないのと、そこに石炭を運んでくる方が輸送の効率がいいよねってことで、まあ鉄山立地っていうのに移ろっていきます。ただこの鉄山立地っていうのはあんまりこう今日地図上ではわからないかなと思います。その後、鉱場立地、これは結構地図上でも出てきますね。というのは、今現在大体そうですね、鉄1トンを精錬するのに、石炭 0.4 トンと鉄鉱石 1.6 トンぐらいを使うんですよ。で、しかもこの鉄鉱石、まあこれをね、たくさん使うわけだし、先進地域が多いわけですから、その鉄の需要も高いと。なので、まあ、だんだんヨーロッパから鉄はまあ失われてなくなっていきます。であれば、そのなんかブラジルだったりとか、まあ、オーストラリアだったりとか、まあ、よその国から輸入する必要性が出てきますよね。だからその鉄を積んだ船がボーってきますので、それをですね、まあ、待って、港のところでなんか石炭 0.4 トンを持って、アホみたいにボーって待っとったら、船がボーって来て、あ、船が来た、石炭、ボーン、ボーン、鋼みたいな感じで、その石炭を持って待っといたら、鉄鉱石を積んだ船がやってくるので、まあ、港に近いところに工場があった方が輸送効率が省けるでしょうということで、まあ、現在は港湾立地の方に移っていく、まあ、そういう傾向を見せるようになっております。はい。ということで、鉄鋼業に関してはそんな感じです。そして、その後ですね、石油化学工業が発展を遂げまして、まあ、石油化学をですね、石油が自給できない国とかの場合は、まあ、輸入するために港湾の方に立地をする傾向があるでしょうし、最終的にはこちら、先端技術産業ですね。IC とか、航空機とか、まあ、あとは精密機械とかもここに入れたいなと思っております。こちらをですね、石油化学がピンク、そして先端技術産業系が緑で、まあ、色を塗っていくという形にしたいと思っております。では、ま、この順番を、ま、おおむね踏襲できます。モデルとなる国。これがイギリスですので、まずはイギリスから見ていきましょう。さあ、イギリス。第一段階目は、軽工業です。まあ、といっても、イギリスで食品工業ってあまりないと思いますので、まずは繊維工業から見ていきましょう。さて、黄色で3つの都市を塗りました。リバプール、マンチェスター、リーズ。この3つになりますね。で、これ、それぞれやっているものが微妙に違っておりまして、まず、リバプール、それからあとはマンチェスターに関しましては、こちらはですね、どちらかといえば、綿織物系になります。綿工業的なイメージをここでは持ちたいなと思います。で、そしてそれに対しまして、お隣のリーズの方に向かいますと、こちらと言いましたら、こっちはですね、毛織物的なイメージを持ちたいなというところですね。で、なんでこんな風に違いが生まれるのかを考えてほしいです。
はい、ここ真ん中にですねペニン山脈という古希増産帯の山脈が隔てられているわけです。そしてイギリス緯度もまあまあ高いですから、この辺りの地域に吹きますはこちら偏西風が吹くわけですよね。でも偏西風が吹きすさんできますというところです。で偏西風が吹きますと、その偏西風がペニン山脈にぶつかってペニン山脈と甘く溶け合っていく、そんな気色あることないじゃないですか。なのでペニン山脈にぶつかりましたら、そのペニン山脈をこうヌンってこうヌンって乗り越えようとして、ここでこの風は偏西風は上昇気流になります。この時に大西洋の方から運んできました湿気がここで雲になって雨が降ります。なのでこのリバプールのあたりっていうのは、これ綿織物を作れますが、この地域っていうのはそもそも偏西風からしましたら風上で湿潤地域なんですよ。湿潤地域の方が綿織物はまあ作るのに適しています。というのは綿花からですね、綿糸を紡ぐ、まあ糸を紡ぐ段階でですね、空気がカピカピに乾いとったら、そのカピカピに乾いた乾燥した空気がこの糸をプツンって切っちゃうんですよ。なのでジメジメとした空気の方が綿糸は切れずにまあ織り込めますので、なので綿織物産業は湿潤地域でこそ成り立つ、これがまあ理由となりまして、西側の地域ペニン山脈の風上斜面の方でマンチェスター、そしてリバプールの方ですね、栄えていくことになりました。一方のこちら側、こちらは、ペニン山脈を乗り越えた後に風下となる地域ですよね。偏西風の風下で、まあ、こっちにはもう全然あの空気が、水蒸気を持ち込んでくれませんので、カピカピに乾いてしまいます。それでいいんです。このカピカピに乾いたところでこそ、毛織物産業は発達をするでしょう。なぜかわかりますか？このそもそも毛なんですけども、誰の毛かわかりますか？あのね、このリーズナーといってヨークシャー地方っていう名前で呼ばれてますので、ヨークシャーテリアのあのモコモコした毛ですかとかでたまに授業では言われるんですけど、そんなかわいそうなことせんといてよ。違います。この毛はもちろんこれ羊毛になります。まあ、羊の毛を刈るのもそれはそれで身をによっちゃかわいそうなんですけども、羊さんはですね、乾燥に適応できます。だってオーストラリアでもめっちゃ飼ってませんか？だって羊ってモコモコのコートを羽織っている生き物ですよね。あれをミストサウナとかにぶち込んだら、ものすごい全身の毛がですね、汗かいて死んでしまうと思います。かわいそうなんですよ。だからまあ乾いてる空気の方が彼らは好きだし、あとはコートを羽織ってますので、イギリスの寒さでも生きていけるということになります。なのでこの毛織物、羊毛を作って、その羊毛をですね織り込んでいくわけなんですが、まあ、乾燥する地域だからこそオーストラリアみたいな感じでですね、羊が飼える、だから毛織物が発展するんだと、まあ、そんな感じで捉えていただきますと非常に理解がしやすいかなと思います。さあ第2段階目、重工業ですね。ただ重工業、いきなり海側の港湾立地の方にはなりません。まずは丹田に近しいところですよね。はい、こちらペニン山脈は古希増産帯ということは、石炭がまあ無尽蔵に産出をします。あとはそこに鉄鉱石さえ眠っていれば OK だと。バーミンガムのあたりではこのバーミンガムの地下に鉄鉱床がありますので、鉄鉱石を掘り当ててそこにペニン山脈の石炭を持ってきて、ボッ鋼を生み出していくということをやるわけなんですけれども、もちろんね、そのバーミンガムの地下から無尽蔵に鉄鉱石が取れ続けるわけもなく、だんだんと枯渇をしてきてまいります。であるならば、そこに、鉄鉱石をよそから仕入れていく、そういう港湾立地がここで生えてくると思います。なのでバーミンガム、昔はブラックカントリーとか国豪とかって言ってね、もう煙がもくもく湧き立ちすぎて黒すぎますよあの街って言われてたんですけども、バーミンガムから港湾の方に、例えばカーディフとか、あとはこちらですね、ミドルズブラの方にですね、鉄鉱業の産地が移ろっていきました。ただこのミドルズブラ、こちらはですね、北東の方に北海油田っていうのが、これがまあ見つかってきましたので、この北海油田の石油、こちらパイプラインで運んできましたことで、石油化学工業も栄えるようになっていった、まあそういう風な街にもなっております。そして、そうやって第3段階目のまあ石油化学工業まで足を踏み入れましたので、残すは第4段階目、先端技術産業ですよね。はい、一番北の方に行きましたら、グラスゴー大学っていうのがあります。ポケットモンスター、ソード&シールドのエンジンシティは多分このグラスゴーあたりを多分モデルにしているんだと思いますけれども、非常にこうおしゃれな、ホグワーツ魔法学校の多分ロケをやったんじゃないかというグラスゴー大学というあのキャンパスがありましてですね、こちらのあたりには研究開発をする人たちもいっぱいいます。このグラスゴーのあたりはシリコングレーンと呼ばれ、IC の製さんが非常に盛んになってきているところでございます。そして同じくこの南の方に参りましたらロンドンですね。まあロンドンはまあ首都ですから何でもできます。総合的にいろいろできますよというイメージは持ちたい。まあそれはね、もうロンドンが一個のことしかできない、まあ、そんなことはなくって、いろいろ視野を広げてやっている、まあそういう街になるかなと思います。では次フランス行きましょうか。フランス、まあ軽工業、そのリヨンとかなんかビールみたいなところで一応その中さまざまな織物工業も栄えているんですが、まあここで一応挙げておきたいのはこのボルドーかなと。
思います。ボルド、紫で塗りました。これ食品色にしておりますが、ボルド、まあ、これはあの未成年じゃない方はもしかしたらボルドって聞いたらあれのことかなって思うかもしれません。ワインですね。ワインの積み出しをしている港がこのボルドのところにはございます。まあ、なのでワイン的なイメージを持ちたいです。もちろんなんか造船ともやってるんですが、ワインのイメージを特に強めたいところですね。そしてフランスも例外なく重工業、鉄工業が栄えていくんですが、フランスはこちらですね、ロレーヌの鉄山、ザールの炭田、こちらで鉄鉱石、石炭が取れます。この2つを組み合わせることによりまして、メスとナンシー、この可愛らしい町2つで、ここで鉄鉱業になってきました。しかしやっぱりここのロレーヌの鉄山、まあね、ECSC とかであのヨーロッパで共同で管理をして使っていきましょうとかって言っていくので、みんなが欲しがる資源なわけなんですよ。だんだんなくなってきてしまいまして、ここの鉄鉱石はなかなか取ることが難しくなってしまいました。であるならば、やっぱりどうしましょうかと。まあ、内陸の鉄山で取れないならば、まあ、港湾の方によその国からの鉄をもらいに行こうやんってことになりまして、メス・ナンシーから例えばダンケルクとか、それからあとはこちらの方ですね、フォスという町の方に、鉄鉱業の産地を移るようになりました。ただこのフォスなんですけども、ピンクでも塗らせていただきました。石油化学工業もできます。まあ、海を挟んだ向こう側のアフリカの方には産油国もありますしね、石油とかの輸入には非常に便利な立地になっております。なので、石油化学工業が栄えます。お隣のマルセイユもですね、こちらも石油化学工業ができます。マルセイユのなんか、セイユって部分がなんか油を作ってる感じがしますよね。すぐそうやって言うやろと。第4段階目、先端産業ってことで、その一環になっております。こちら、トゥールーズ。これはもうね、ぜひ覚えておいてほしいです。トゥールーズ何作ってますか？航空機です。そしてこの航空機の作り方が面白いですよね。ここで1から100までを生産するんじゃなくって、せっかくの EU という国際機構があるわけですから、関税なしでよそから部品を仕入れて、あとはこれをここでガチャーンってやる、まあ、こういう作り方もありだと思います。この場所で航空機を作る際には、よその国で部品だけ作ってもらって、それをこの場所に集めてきて、最後完成品にするという国際分業という方式をとっています。なんかその機種の部分とその車体の部分とその主翼の部分と尾翼の部分とを別々の国、なんかイギリスとかドイツとか、まあ、あのスペインとかですね、まあ、いろんな国が作って、それを最後にフランスのこのトゥールーズに持ってきて、ガチャーン完成飛行機ですってやっていく。なのでフランスは輸出品目には航空機上がってきますので、それがポイントとなるでしょう。では次行きましょうか。その次はドイツだと言いましたよね。ドイツ、まあ、別にドイツの第1段階のなんかビール工業とか別に聞かれないと思いますから、いきなり第2段階目に行っちゃいましょうか。さあ第2段階目、ドルトムントとデュースブルク。まあ、本当はエッセイとかですね、デュッセルドルフとか、様々な街の名前が開けたいところではありますが、そこまでやっても情報カトラーだけですから、ちょっと絞りました。ドルトムント、まずこちらの方が鉄鋼業で栄えて、で、後にこの後デュースブルクの方に、発展の移ろいが、見られます。なぜかと言いますと、このドルトムント。このドルトムントの近くには、まあ、これ別に覚えなくていいんですけども、ルールタンデンという、まあ、石炭が取れます。タンデンがありました。あとはそこに鉄鉱石さえ来てくれればっていう気持ちが、まあ、多分あると思うんですよね。で、鉄鉱石ありますか？残念ながらドイツにはなかったんです。じゃあどうしようか。まあ、あるじゃないですか、近くに。ロレーヌ。このロレーヌの鉄鉱石持ってこようや、いうことで、このロレーヌの鉄鉱石をですね、ここからですね、モーゼル川っていう川この辺ありまして、ライン川を伝って、ライン川を下っていって、そしてルール川の方に運んでいって、ドロドロンドーっていう感じで輸送をしていたわけなんです。しかし、さっきも言いました、ロレーの鉄山は枯渇してきているんです。ならば、よそから仕入れるしかない。じゃあ、その時に、どこから運んできますかとなったらば、ドイツの方に鉄鉱石を輸送する手段としては、こちらのライン川をですね、遡上する必要性があると思います。そこで、鉄鉱石を積んだ船がここからボーってね、まあ、上がってくるんですけども、ライン川を遡上してくるわけですよね。しかも、海の方からやってきた大型船舶なわけですから、相当体重重たいと思うんです。その時に、この支流のこっちのルール川的な川の方に、でっかい船が入ってこれるかって言ったらなかなか入ってこれないと思うんですよ。なのでこのままですね、このドルトムントはスルーしまして、ライン川を遡上してここにありますデュースブルクの方に、ここに鉄鉱石をボンって持ってきて、ここで鉄鋼業をやるって形に移ろっていきました。なので昔はドルトムントだけれども、鉄鉱石がロレーヌからなくなってきてからはよそから輸入した。よそから輸入する際にライン川をそのまま上がっていって、そこで積み下ろす方が便利だから、支流から本流の方に鉄鋼業のマリッチが移ろった。こんな風に考えたいところです。で、そしてですね、その後、第4段階としまして、こちら、ニュルンベルクとか、ミュンヘンとか、この辺では先端技術産業もやってますし、あとは車とかも作ってますね。まあ、IC とか車とか、まあ、この辺のイメージを持ちたいところでございます。
で、話をですね、ライン川の方に戻したいと思います。ライン川の河口の方には、ユーロポートという港があります。このユーロポートを有しまするのが、オランダでございます。オランダはもう一面をピンクで塗っちゃいまして、中心都市、ロッテルダムもピンクで塗りました。ピンクってことは、つまり、石油化学工業なんです。なぜこれができるのかといえば、オランダ、ユーロポートがありますと言いました。このユーロポートの方に向かって、こちら、ボーってね、矢印を書きました。このボーは何の動線なんでしょうかというと、タンカー。フロム、どこから来るんでしょうか。この北にはイギリスのさらに北、北海があります。つまり、北海油田の石油を積んだオイルタンカーが、ボーってこっちのユーロポートの方にいらっしゃってくれるんです。なので、それをもらいまして、ロッテルダム持ってって、石油化学工業をボーンってやっていく、オランダイコール石油化学工業のイメージをこれは持ちたいというところでございます。オランダはこれで終わり。オランダイコール石油化学。これだけで OK です。じゃあ次、スイス行きましょう。スイス、ここ緑で塗りましたけれども、スイスはもうとにかく精密機械です。もうとにかく精密機械。ちなみに、精密機械の中で特に有名なのが何でしょうかというと、一言だけ、時計をここではイメージしたいところです。はい。精密機械って細かい部品を扱うんです。だからね、砂嵐吹きまくる、なんか砂漠の上ではなかなかね、もう砂がもう入っていって歯車くるって壊れちゃいますから難しいと思います。なので、綺麗な空気が得られるところがいい。ならば、あんまり大都市に近しいところよりは、ちょっと人里離れた山のふもとみたいなところが良さそうですよね。幸いにもこのスイス、南にはアルプス山脈が走っています。アルプスの澄んだ空気のところで機械を作ったら、それはもちろん精密機械が作りやすいでしょう。そして時計です。スイスには、ロレックスがありますから、ロレックスで時計を作っている、それがスイスのイメージ、スイスイコール精密機械、まあ、このイメージを残したいところです。またなんかチューリッヒ生命みたいな、 なんか保険会社とかもありますから、医薬品的なイメージも持ちたいところですね。さあ、そしてそのアルプス山脈の南側、こちらが残すところイタリアとなります。イタリアの工業の発展のイメージは北、南、もう一回北、このイメージですね。じゃあまずは1回目の北なんですけども、アルプス山脈のまあ近く、こちらの方で工業の三角地帯というのが生まれてきました。これ有名ですよね。なぜこちらの方が先に栄えたのかといえばですね、アルプス山脈のそばだからです。アルプス山脈、山を叩いてます。氷河を持っております。その氷河が溶けたりとか雨が降ったりとかしましたら、その水がザワーって山の斜面を流れてきます。山の斜面を水が流れるところに水車を置いといたら、それがぐるんぐるんぐるんって回りまして動力になるんです。だから昔から北の方で工業は栄えやすかった。そんなわけでミラノ、こちらの方は衣類が作られてますね。今でもミラノコレクションとか有名じゃないですか。もうミラノコレクションでなんか着てる服誰が着るねんっていう感じの服多いですけども。そしてジェドマの方行きましたら、こちらは造船が栄えてきております。この造船が栄える理由はこちらですね、実はトゥールーズで航空機を作っている理由と同じです。何かわかりますか？正解はこれ、地中海に面している。これが肝ですよね。そう、気候区分的にこの場所って CS なんですよ。トゥールーズの方も言うなれば CS なんですよ。地中海性気候では船や飛行機を作るのは結構向いてます。理由は船や飛行機がでかいからですよね。船飛行機でかい、だから屋外で作業することもあります。屋外で作業したい時に雨が AF とかでザバザバ降られたら困りません。だから地中海性気候、そんな雨多くありませんので、まあこういう晴れてるところで作ろうやって言って、フランスでは地中海の近くでトゥールーズで飛行機、そしてジェノバではですね、こちらイタリアの方ですけども造船をやりますということになります。そして残ったこちらトリノが自動車、これで三角地帯が完成。覚えなくても別にいいかもしれませんが、一応覚え方書いてみました。じっとする、地蔵の上にセミが来た、季語はセミみたいな感じでしょうか。夏の風景が思い浮かべたところで、自動車が鳥のじっと、ジェノバが造船、地蔵、繊維がミラノ、セミが来た、繊維のミラノがこちらが北の方にありますよというのを押さえました。さあ、でもね、北ばっかり発展してもしゃあないです。南の方も発展させていきましょう。はい、こちらですね、ジェノバの造船の技術をですね、これをまあ導入しまして、ナポリの方とかでも造船をしますし、タラントの方では製鉄業をやってきております。そして最後ですね、さらにもう一回北なんですけども、こちらフィレンツェ、ベネチアなんですけども、この辺はですね、伝統工芸的なイメージです。川からですね、バッグを作ったりとか、そういう風な職人さんがこの地域にはいっぱいいらっしゃいます。まあなんかこう、伝統的な地場産業をもう一回栄えさせようや、みたいな感じで、まあそういう伝統工芸品も栄えさせたりとか、あとまあフィレンツェとかベネチアって、そもそも観光客がすごいいっぱい来るところですからね。なので、観光立国みたいな感じで観光都市としても栄えさせつつ、観光客にこの伝統工芸品のバッグいかがって言って売っていって、町おこしとしていこう。そんな感じのイメージが、この2カ所には強いと思っておいてください。こうやって、北の方の古き良き都市の価値が再確認されましたというのが、もう一回北、ここが栄えている理由で、サードイタリーみたいな呼ばれ方もされております。はい。
で、残りは東ヨーロッパなんですけども、まあ、さらっとやっちゃいましょうか。まずは、こちら、ポーランドですね。ポーランドは昔、ナチスドイツの時代に、お前ら軍艦を作れとかって言われまして、それで、この、まあ、バルト海に面しているこの立地を生かして、船を作ってきてまいりました。しかし、現在は機械類や車、こういったものをですね、まあ、ポーランド、まあ、比較的人件費は EU 加盟国の中では安いですから、そこに、例えば日本の企業とかの工場をそこに置いて、で、ポーランドで車作ってから、それをドイツに輸出するみたいな感じのことをやっております。輸出の際にも関税がね、かかりませんから、非常にメリットが高いでしょう。そして現在は機械類や車、こういったものを作っております。南のチェコは古希造山帯に囲まれておりますので、石炭が取れる。なのでこれを活かしましてですね、昔からまあ機械類とかを作ってきました。あとまあ車とかも作っております。あとまあ隣のドイツの影響なんでしょうかね、ビールも作ってます。チェコ産のビールうまいらしいですよね。そして南に来まして、ルーマニア。ルーマニアの石油化学。まあ別にこれはマニアックかもしれません。隣のハンガリーは別に工業で出ることはあんまりないと思いますが、耕地面積の割合が国土の中で 50% 近いという、これは重要な知識だと思います。耕地面積が国土の 50% 近くを占める国としましてはですね、他にバングラデシュ、それからですね、あとはウクライナ、インド、あとはデンマーク、この辺を覚えたいところです。デンマークは農業の授業でもね、出てきましたよね。耕地率が高いと。覚え方を用意しました。こちらです。はい。半分ぐらい電源がウィン、意味が通ってますよね。国土の半分ぐらい電源が、まあ、ウィン、勝ってるという意味合いになります。電源、田んぼや畑のことを耕地と言いますから、半分ぐらい電源がウィン、半がハンガリーで、ブングラが無理やりですが、ブングラデシュ、バングラデシュ、そして電がデンマークで、ウィンがウクライナ、インドとなります。リズム感がすごいいいですよね。マリオの無敵 BGM に合わせて唱えたら結構なんか覚えやすいです。半分ぐらい電源がウィンだら、半分ぐらい電源がウィンみたいな感じで、こうなんかマリオの歌的な感じで覚えていきましょう。唱えていきましょう。受験の会場でこれ言いまくりましょう。多分隣の受験生が失神します。何やつ頭おかしいんだけどってなります。はい、それでは最後にヨーロッパ諸国の輸出品目を見たいと思います。で、まずはこれなんですけども、大事なところに赤ペンでアンダーラインを引いておきました。で、まずイギリスから見たいのですが、ここに書いたんですけども、機械類と自動車、もうこれね、トップ2に入ってるんですけど、大概の先進国は機械と自動車が上位に来るので、まあ、単価高いですからね。なので、これで判断するっていうのはなしにしましょう。それ以外のところになんかヒントはないのかなというふうに考えましょうね。日本とかも1位とか2位とかに機械類、自動車来ますんでね。で、ことで、イギリスの特徴っていうことで言われたら、5番の、こちらの原油になるかなと思います。さすが北海油田持っているイギリス様だなっていうところがね、わかりますよね。まあ、先進国で原油が上位に来るってなかなかレアですから、まあそこをイギリスの判断軸としたいところです。続きまして、イタリアも参りましょう。イタリアもね、これレアですよね。衣類が4位っていうすげえなと。衣類って、途上国で上位に来れたらまあわかるんですけど、お前一応先進国から一発のってイタリアには言いたいじゃないですか。なのに4位に衣類って、まあそれはさすがですよね。まあブランド物の服ばっかり売れる国、それがイタリアですから、まあこのように4位に来ちゃうと単価が高いからねっていうことになるんだと考えましょう。オランダはさすがですね。ロッテルダムのパワーが出てます。石油製品や医薬品が来てますよね。そしてギリシャ。イギリスはですね、まあ、お前先進国やのに頑張れやって感じなんですけども、まあちょっとね、失業率も高いし、ちょっと景気が良くないんですよ。アテネオリンピックやってから金使いすぎて、それで借金まみれになって、むっちゃ財政状況悪くて首回ってないんで、まあそういうところで失業率も高いし、ギリシャ、第3位に野菜果実が来るぐらいに、ちょっとあんまり売るものないのかな、みたいな状況で、ちょっといまいちな感じになっています。そして次、フランス行きましょう。フランス3位に航空機ですね。さすがトゥールーズ、お前頑張るやんけ、ってまあ思います。そして、スイス、さすがね、チューリヒ生命っていうね、まあ保険会社の国ですわ、医薬品が1位。そして、まあアルプスのふもとの澄んだ空気で時計を作ろう精密機械っていう、このイメージがスイスにはあるかなと思います。そしてノルウェー、さすがね、こちらもですね、北海油田持ってますので、トップ2に原油天然ガスが来ています。そして3位にサーモン、まあ魚介類ですよ。すごいね、ノルウェーサーモン、まあさすが、ノルウェーのサーモン美味しいもん、食べてどれがノルウェー産かわからんけど、まあうまいもん。ね、そしてスウェーデン。やっぱりね、寒い国で、まあ、冷帯にも入ってきてまいりますから、林業が盛んなので、紙類が5位に来ております。同じような特徴がフィンランドにも言えますね、紙類。あと、まあ、統計には上がってきていませんが、フィンランドは精密機械的なイメージも持ちたいです。アップルが台頭して世の中を席巻するまでは、ノキアという会社がスマホ的なものを作っていて、結構すごかったんですよ。で、あとは北欧の国々と言いますのは、これ通信の授業でも言っている通りで、かなりですね、やっぱりこう、高齢化が進んでいると言いますか、福祉大国が多いですからね、高齢者がすくすく生きられるんですよ。の割に寒いですからね、外をそんなにおじいちゃんおばあちゃんが元気いっぱい寒空を歩くのは難しいと思いますので、家にいながらにしてネットワーク環境が充実してた方がいいやろうと、いうことで、インターネットの普及率が非常に高く、そのまま、使うデバイスであります、精密機械、これの生産は非常に盛んになっております。
まあ、昔の勢いはもう全然ないんですけどね。そしてデンマーク、デンマークは医薬品、まあ、これもちょっと福祉のイメージが強いかなというところだし、まあ、石油化学工業もね、やっぱあのオイルタンカーがやってきてくれますので、仕入れられてそれで栄えてきております。まあ、自分たちもあの天然ガスとか取れますし、十分そうやってあの石油系の産業とか栄えやすいところにはなります。で、4位にニッコリを入れました。これはね、前回やりましたけれども、あんまりデンマークっていうのは牧場牧草地は広くないけれども、家畜を建物にぶち込んでそれで豚とか飼ってますので、肉類はかなり上に来る。これがデンマークのカラーと、そんな風に考えましょう。ポーランド、まあ別にいいです。ハンガリー、まあ別にいいです。ただハンガリーは首都に関しましてはブダペストっていう名前がありますが、ブダペストはドナウ川を流れる、そのドナウ川の両サイドにブダとペストっていう道区がありまして、このブダペスト2人で2個1で、これでブダペストっていう風に言うんです。オール阪神巨人みたいな、違いますね、みたいな感じの双子都市っていう風なものに含まれます。そしてチェコ、まあ別にいいです。ただチェコ機械類自動車、まあポーランドも機械類自動車と、やっぱりそうですね、この辺もまあ東欧で EU 加盟国で人件費がそれなりに安いけれども、関税なしでその EU の他の国に売れるからっていうところにメリットを感じまして、まあ結構こういう風な感じのまあ機械系の工業、組み立て産業が栄えてるイメージはあります。ブルガリア、別にいいです。一人当たりのヨーグルト消費量世界一という都市伝説ありますよね。で、まあ、ブルガリア、バラの生産が有名です。バラ、肉じゃないですよ。ローズの方ね。なんかね、バラの谷みたいなのがありまして、そこでバラを咲かせて、で、ベストバラドレッサー賞みたいなのを決める、バラ祭りみたいなのを毎年やっているそうでございます。で、このバラ、まあ、これ香料として使われまして、我々が頭にぶちまけるあのシャンプーとかにもこのバラは使われると、まあ、感謝しなければなりません。まあ、みたいなところで見てきてまいりました。はい。まあですね、なんかこう統計データにも結構その様々な国の工業、まあ品目が現れてる感じがしたかなと思いますので、まあ一応この地図で見る意味はあったのかなというふうに思います。まあでもね、追い込みの時期ほど統計データを見る方が結構意味を成してきたりしますので、まあ、もう最初に言いましたけども、地図でなんか一個一個の都市の名前を覚えたりすることに時間を使うのではなくて、フランスはまあ飛行機が有名だとか、こういう統計データの方をこれからの直前期はね、睨み合っていくようにしましょうって言って、この動画をなんか6月ぐらい見てる人もいるかもしれませんけれどもね、まあこの動画を12月にアップしている関係上そう言いました。さあ、ヨーロッパは次回で最終章、まあ、結構リクエストも来ております。人種民族宗教言語について見ていきたいと思っております。まあ年内に取れたらいいなという気持ちなんですけども、頑張ります、頑張ります。なるべく日本書の方もですね、なるべく取っていきますので、リクエストございましたらコメント欄の方におっしゃってください。それでは